クッキーです今回ご紹介する小説は「詩人層の殺人」っていうこちらの一冊です、えー、推理物といえばいいでしょうかね、えー、控えめに言ってもこれは度肝を抜かれた一冊ですね、えー、簡単に言ってしまうと、えー、クローズドサークル密、えー、室物ですねこの閉ざされた空間で、えー、この中の一体誰があいつを殺した犯人なんだ と言ってこの疑心暗鬼に仲間の中で疑心暗鬼に駆られたりとか一体どうやって密室の中でえあいつを殺したんだみたいなそういう謎解きと両方あるんですけれどもまあそのまあこれはちょっと詳しくは言えない是非の本当に読んでほしいんですけれども3分の1ぐらい読んだところでもう本当にこれたまげましたね度疑問抜かれましたその密室でいろんな作り方あるんですけれどもこんな方法があるとはもう想像もしなかったですね。 本当にあの衝撃を受けた、こんなに衝撃を受けたのは本当に久しぶりなぐらいの衝撃でした。ぜひあなたもこのどぎもを抜かれてもらえ、どぎも、口が回ってない、どぎもを抜かれてください。このチャンネルでは様々な本を1分間で紹介しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。May the Book be with you.